よく私も受診すると先生がストープっていう、こう出てるパソコンを見ながら FOAP っていう項目に対していろいろ質問してくれたりとか評価をして処方してくれるっていう、ものがあるんですね。横から見た時なんかも、大天使ですね、ももの骨が骨盤より少し前に行っている、または肩関節が内旋をしている、長年ディスクワークをされている方は最もディスクワークがしやすい姿勢に、骨または筋肉の歪みや筋肉の左右差です。使い方は簡単です。はい、ではゆっくり上に向かって伸ばしていきます。ちょっと開く。で、胸椎をしっかり伸展させる。トレーニングマシンジム、こういうのありますよね。